はい、でもサクッと美味しいポッキーです。今回もですね、スプラトゥーン実況プレイやっていきましょう。今回はですね、たくさんのことを皆さんに、伝えないといけません。まずはですね、ダウニーさんのお話、装備ガチャのお話なんですけど、まあ、前回ですね、装備ガチャをスプラトゥーンの動画の初めに回したんですけど、でね、回してる時に僕は攻撃力をつけたいとずっと言っていたんですけど、まあ、どうやらですね、攻撃力をつけたければ、この右上のこのシグレニとか、ロッケンベルグって書いたのが服のブランドらしくて、まあ、これがね、このバトロイカっていうのがついてるやつが攻撃力がつきやすいっていうことらしいです。はい。まあ、それを知らなくてね、ずっと、まあ、この普通のね、このフォーリマとかね、ホッコリーとかね、これブロッコリーのパクリじゃないの？このジモンとか、テラカドジモンとかでね、まあつけていたということで、まあ僕は完全にですね、簡単に言うと、お寿司屋さんに行って、チーズフォンデュが食べたいって言っていたみたいな感じですね。はい。ということで、完全にバカでした。で、今回はですね、フェスが、11月の21日から開催されます。はい。なんかこの日付見たことありますね。まあそれは置いといて、食べたいものはどっち？山の幸か海の幸ということで、佐賀県がね、提供らしいです。これ、思ったんだけど、山の幸でお肉っていうのは一体どうなんだよ。ちょっとそこが疑問ありますが、まあ、要するにイカか牛かってことですよね、これ。なるほど。なんでナスビも置いたんでしょうね、これ。まあいいや、個人的にパッと見てですね、まあお肉なんですよ、普通に。普通に僕はお肉が好きです。そしてイチゴも好き。やっぱデザートも、主食も揃ってる。この山の幸にしたいと思います。はい。まあ、皆さんはどっちにするかわかりませんが、僕はこちらでいきまーす。よろしくお願いします。赤チームの方。はい。赤対水色ですかね。ということでやっていきましょう。今回は新マップや新武器が登場しました。本当に伝えることがいっぱい。ゆっくりゆっくりと、ロビーに入っていく僕のイカ。ゆっくりゆっくりと。はい。すいません。はい、やっていきましょう。マサバ海峡大橋で縄張りバトルを水色インクですね。やっていきましょう。今回新武器のボールドマーカーネオというのを持ってきております。で、やっていくぜ。ちょっと待って、敵にポッキーかっこ犬っているんだけど。あいつ犬小屋でいると思ったら、Wii U とスプラトゥーン買ってたの？え、マジで？なんで俺愛犬と戦ってんの？スプラトゥーンで。もう意味わかんねえよ、ほんとに。しかも、ポッキーがポッキーと戦うって、もうすごいややこしいんだけど。ということでやっていきましょうか。水色いいですね。今回の武器はボールドマーカーネオということで、前回の武器紹介の時も、確かネオだったよね、なんかの。なんだっけな、なんとかネオでしたよね。ネオブームが来てるんですかね。ということでやっていきましょう。サブは、ポイントセンサー、危ない！はっはっは！うえ、こっちも！ちょっと待って。もう、ダイオウイカで逃げるなんて情けない。危ない！待って、危ない！うらうら！だー！あー、ちょ、相打ち。自分の犬と相打ち。なんだよ、これ。なんで俺愛犬と戦ってんだよ、マジで。完全に飼い犬に手を噛まれたんだけど、俺。ということでやっていきましょう。んで、サブはこのポイントセンサーっていうやつで、まあ、投げつけると敵の位置がわかるというやつですね。では、犬と戦っていきます。なんだろ、これ。もう意味わかんない動画じゃん、完全に。まあ、これをね、いかにうまく投げるか、ポイントセンサーを。それで結構勝敗が決まる気がします。はい。敵の位置がわかるとやっぱ戦いやすいんだよね、このように。あ、やばい！もう、ナイス！パンタにやられた。なるほど。なんか敵に動物が多いですね。ということでやっていきましょう。これ何？炊飯器？これ。違うか。炊飯器このとこ置いてないよね。美味しいご飯が炊けましたみたいな感じじゃないよね。で、今回、まあ、新マップも、来ているので、次に新マップやっていこうと思います。そして、アップデートも来るようですね、スプラトゥーン。アップデートでは、ギアが追加されるそうです。危ない。追いつけ。やめろ。よし。あ、やった。ポッキーの犬倒した。ごめんね。ごめんね、ポッキー。許してくれ、ほんとに。ややこしいな、ほんとに。あははいい感じだ。またパンダさんにやられた。一緒に戦いたいな、ポッキーと仲間で。なんで敵なんだ、俺たち。フレンドさんですかね。てか、フレンドさんだよね、絶対。フレンドじゃなくて、これ、野良で合流だったら奇跡だよね。やばいやばいやばい。敵も結構ね、ボールのマーカーね、新武器なんで使ってる人が多くて、なんか、もう、わかんない感じになっております。あー相打ち。ここで相打ちか。あと40秒、戦い切りましょう。待って、気づいてないよ。あー、オッケー、後ろ取った。スペシャル、ダイオが来ましたね。ダイオから倒したい敵を誰か。どこにいる？上に上がろうか。でも上あんま意味ないんだよね、網の上だから。このマップでダイオかってあんまり強くないですよ。あー、惜しい。ちょっと、早かった。待てよ、上がって、なんとか倒せないか。うわー、敵も、ちょっと。待って待って待って、助けてお願い。うわ、ちょっと。
あ、お前犬かよ。なんだよもう。あいつ絶対許さねえ。もう電源コード切ってるからな、マジで。なんで戦ってんだ。ちょ、負けたし悔しい。はい、やっていきましょう。金目鯛美術館という新マップで縄張りバトルをプレイしていきます。このマップはですね、なんか近代的な、おー、ポッキーと一緒だ、仲間だ。ということでやっていきましょう。犬と一緒にやっていきます。愛犬と一緒にね、やっていくぜ。わー、めっちゃ晴れてる、めっちゃ晴れてる。で、まあ、このマップ、はですね、結構近代的な感じでして、とても綺麗ですよね。あ、何？おい、当てんだよ、俺に。やめてくれ。紹介してるから、今。でね、こうやってここにもイカのオブジェクトがあったり、なんか結構近代的な感じで、とてもいい場所です。そして、まあ、この回るね、オブジェクト。これが結構特徴的なマップとなっております。はい。まあそれ以外はね、なんか狭いマップですね、今回は。そしてあまり高低差もなく、いい感じです。でね、僕が気に入っているポイントはですね、あそこに絵描き、あれ、いない！あれ？さっきまで絵描いてる人がいたんだけどな。いる時といない時があるんですかね。なんかいなくなってますね。まあなんか絵描いてる人がいるんですよ。はい、たまに。で、あそこにぼっちがいますね。ぼっちの人が、かわいそうに。では、行きましょう。というところも、あるので気をつけてください。はい。完全に死にました、今。で、この回ってるオブジェクトをね、どう制するかによって、多分ここのね、戦いはどうなるかっていうのが勝敗が決まってくると思うんで、まあ、このね、やっぱ回転寿司でもね、寿司のね、流れる速度に追いつけない人は寿司を取れないじゃないですか。それと一緒で、まあ、これに追いつけた人、この回転を制した者こそが、ね、勝者となるわけですね。ということでやっていきましょう。何を言ってるんだろう。そしてここにイカの、なんか絵があって、いい感じです。可愛いです。そしてこれね、オブジェクト。素晴らしいコーティングですね。一切インクをつけない。ということでやっていきましょう。これなんだこれ。もうなんか芸術作品なんだろうなっていう絵がありますね。よし。イカ止まった。行こう！俺が行く！ふぅーい！いいね。あ、ポッキーかっこイカが、イカじゃない。ポッキーかっこ犬がナイスって言ってくれてる。ありがとう。で、このオブジェクトから、行かないと、この敵の方の陣地には行けないということで、これ回転してる時にこうやって行くという感じですね。面白い、このマップ。回るオブジェクトってあんまりスプラトゥーンではないですよね。あったところもあった気がしたけど。待てよ。いやー、そこでやられる。さあ、あと最後30秒の追い込み。さあ、行くぜ、行くぜ、どんどん行くぜ。しっかりここ避けて、避けていく。これ邪魔だよね、正直。これ、ここだけの話だけど、正直この回転オブジェクト邪魔だよね。まあ、この後ですね、一回切り、泣いても笑ってもガチマッチ、勝つのはどっちだ、in 美術館をね、やろうと思うんで、よければ見てってください。はい。では最後、ギリギリまで塗って、さっき負けたから、ポッキー、過去犬との友情を見せつけて、終わる！あー、惜しい！最後。お、ポッキー、過去犬が最後降りてきた。よし、勝ちましたね。いや、このマップ、結構好きです。ここでガチマッチ、やっていこう、と思います。じゃやっていくぜ。はい、ということでやっていきましょう。金目鯛美術館でガチアグラ泣いても笑っても一回勝負やっていきましょう。呪われてみないっていう人が仲間にいるんですが、僕は呪われたくないので遠慮しておきます。あ、スタート地点ここなんだ。レギュラーマッチの場所と違いますね。ってことはだよ、めっちゃ近くない？これめっちゃ近いよね、ヤグラまでの位置。うわ、これ激しいマップになりそうだけど、ちょっと頑張ってやっていきましょうか。あれ、敵が全然来ていない。ちょっと待って、これを、敵の位置が分かるやつをいっぱい投げて、仲間に敵の位置を伝えつつ、自分も分かった上でプレイしていこうと思います。ちょっと待って、前のあれ、ノバブラスターか、危険ですね。ちょっと、チャージャーに任せよ、あそこは。待って、前に投げといて。いるぞ、一人。え？なんでやられた？トラップ？マジで？誰かが、仲間が引っかかったのかな？あ、やばい。全滅してる。味方が全滅してるぞ、まずいぞ。まあ、最初の方はこうやってたくさん塗るだけ塗って、敵の行動範囲をね、狭くすることによって、良くなるんじゃないかなって思ってるんだけど、ダイオウイカがいるね。ちょっと危ないね。トラップもめっちゃ仕掛けてんな。まずい。どうやって戦ってるのかわかんない。チャージャーがいる。チャージャーない。スペシャル技か。オッケー、いいよ。ダイオウイカで、ちょっと待って、敵のダイオウイカも来てんな。待て。ダイオウイカ勝負。まずい。ダイオウイカ長くない？敵の。ナイスじゃないよ、全然。待て、危ない。待て。激しいな。なんかガチマッチね、ほんとね、もうガチでやりすぎて、実況ができないっていうね、実況動画なのに。あ、ちょっと。致命的な、イカさん倒しましたね。ナイス、いいよ。今は53対84。いい感じで勝ってるね。なにこれ、なにこれ勝負。なにこの勝負。ここで、勝負は行われている。よし、倒すぞ。トンリーを倒して、トンリーを。捕らえてんの？マジか、トラップ仕掛ける人多いな。
あのガチ櫓の上に。あれ強いですもんね。降りてくる人を倒して相打ち。まさかの呪われて皆さんが乗ってますね、ガチ櫓に。あの人倒したら呪われるからな、みんな。敵の人倒すんじゃないぞ。待てよ、カウントリードされるんじゃないか、これ。70。待て待て。な、こっちは53だからな。危ない危ない危ない。ちょっとなんとか止めて、なんとか止めて、止めて止めて。リードされた、最悪。やられたし、イカスさんにやられた。待てよ、こっから。まあでも3だったらまだなんとか余裕はある。まだまだ全然いける。落ち着け、よく見ていて。敵をいないか。あそこに一人いるな。あの人倒したい。待てよ、よし。でだよ。でどうしたらいい。奥に投げとこう。待て、投げてない。え、何、奪われてんの。奪われてんじゃん。奪われてるっていうより両方取ってない感じか。待て、あのローラーもいるし。待て、後ろからも来てる。待て、ローラー見逃しちゃった。え、これ仲間。え、敵だよねこれ。え、どっち。やばい危ねー。待てよ、よし、倒してくる。俺が倒したわけじゃないのか。いや倒したな。なんかラグいな。時間差で敵の表示が出る。奪われてんの。奪ったか。ナイス、いいよ。危ない、めっちゃ降りてくる、めっちゃ降りてくる。待て、ここにめっちゃ降り、でも、ちょノバブラスターの人は悔しい、今の。やっぱ先倒すべきだよね。どっか行ったからさ、完全に俺の方向いてないと思って、俺のこと興味ないと思っちゃった。激しい、このマップ。よし、倒した。で、出たよ。奥から来るから、俺が奥に行こう。やべ、誰も乗ってないみんなが奥に行って誰も乗ってない現象来た。待て、待て、リードしよう、リードしよう。とりあえずリードしよう。待て待て、やばい、ロマブラスターきつい。あ、呪われてみないさんも倒しましたね。もうこの人は呪われた、確実に。もう終わりだな。あ、え、でも、待って、みんな。いつの間にかリードしてる。マジで48じゃん。え、気づかなかった。やった。いけんじゃないこれ。このまま、なんとか、いけば、勝てんじゃない。あと10秒。耐えきれ。待て。乗らせるな。乗らせるんじゃね。ここに降りてくるやつも倒して、倒されて、誰か乗って、誰か乗って、お願い、倒して乗って、ナイス。ということで、無事に、こちらの新マップで勝利を収めることが、できました。ありがとうございます。ということで、もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひこういうことをさせてね、またアップデートが来たら、やります。あとフェスもやります。ということで、ポッキーでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。